サワーシェフのキラキラクッキング、いつもの料理に刺激をプラス、サワーシェフのキラキラクッキングチャンネルです。さあ引き続き SKE48 おしりんこと青木しおりさんと一緒にお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速ですが今日のバトルはこちら、言葉で体で美味しさ表現、海鮮丼食リポ対決来ました。もう大好きです。刺身とかもずっと食べてきましたから、はい、今日も食べれて嬉しいです。ねー、はい、ということでですね、私たちの目の前にありますのが、はい、鉄火丼山本さんの海鮮丼でございますよ。やっと、すごい。どうですか、こんなたくさんの種類が載ってるの初めて見ましたよね、こんな。では私たちが体を張ってこの海鮮丼を食リポし、誰が一番上手だったかっていうのを店長の山本さんに判断していただこうと思います。はい、わかりました。はい、はい、では誰からいきましょうか。もう沢井さんからいったらいいんじゃない。いいですか。さあこちらは鉄火丼山本さんの海鮮丼でございます。いやね、ウニやエビ、そして大豆といえばマグロ、たくさん載ってますね。もう海鮮の宝石箱や。また出た。ということで早速ですがいただきます。もちろんいただくのはこの美味しそうなマグロ、そしてイクラも乗っちゃってます。いただきます。とろける、うまみがぎっしり乗ってます。わ、消えた。すごい、とろけますね。しかもやっぱりイクラのプチプチ感たまりません。マグロも溶けるんですが、やっぱりもちもちしていまして、まるでしほりんのおしりみたいにもちもち。ダメ。おいしいです。ごちそうさまでした。怒りなさい。おしりん、それは怒りなさい。それは怒りなさい。ちょっと何ですか今の最後の。え、そうでしょ。ねえ、しほりんのおしりみたいにもちもち。って言いました。積極的に怒りなさい。ちょっと言わないでください、私の名前。いや、マジか。本当にびっくりしちゃった。びっくりしました最後に、ね、いや本当美味しかったということで、はい、続いてはじゃあ長見さん行きましょうか。はい、アナウンサー歴15年の実力を見せてください。14年目だから、ね、14年目。14年目ね。はい、期待してます。やめてくださいね。マグロの山本で、さらに見て、今食べた美味しいマグロ横で買えますって書いてある。いや、いいこと言うな、ね、やっぱりマグロなんですよ、まずは。ということでちょっとマグロから行かせていただきますね。見て、ちょっとこれは分厚く切りすぎじゃないですか、ご主人。あ、本当だ、大きくなっちゃった。大きくなっちゃったって大きくなっちゃった。マギーさんみたいなこと言われてる。本当にいただきますね。この綺麗な色、焼津ならでは、山本ならではです。いただきます。ねっとりいきましたね。そう、そのねっとり感なの。マグロのねっとりした感じも、うまみと甘みがベローンってベロにね、もう絡みつくような。おいしいんですよね。なくなっちゃうね、本当に。なくなっちゃいます。ありがとうございます。幸せ。本当に、ただこの一言、本当、山本のマグロは幸福、幸
これだけです本当に。ありがとうございます。もうこんな感じですいません。もう広がりますね。ねっとり幸福リポート。はい、そうですね。お疲れ様でした。本当にペロリンゴですよ、本当に。ペロリンゴですね。ペロリンゴです、本当。いや、もう私はもう、はい、ここまでです、ね。さすがです。はい、では、最後、はい、おしりんちゃんの挑戦。はい。はい、キラキラ食リポをお願いします。はい、では、いただきます。何から食べよう。迷いますけれども、やっぱりマグロですかね。マグロいきますか。はい、この綺麗な色のマグロをいただきたいと思います。見てください、こんなに大きいです。ペロリン、ペロリン。私の口よりめちゃくちゃでかいです。やだ、唇みたい、唇みたい。やだ、やばいな。いただきます。おいしい。もうどんどん溶けてなくなっていってしまいます。あと身がすごい、脂が甘いっていうんですかね。おいしいです、すごく。いやもうね、八重洲のマグロはもう日本一なので、皆さんぜひ食べに来てください。はい、ありがとうございます。これは八重洲親善大使の PR 動画みたいになってますね。そうそうそう。ねえ、させてましたね。どうでした？このまま魚センター流れるぐらい。うん、みんな良かったからどうかな。あ、もう早速結果判定に行きますか。もう行っちゃいますよ、ね。お願いします。どの食リポが一番ご主人の心に刺さったのか判定をお願いします。非常に難しいな。この辺は熟成されてて熟成なんですよね。熟成だいぶね、油のってたよな。あ、しおりちゃんはまあ毎度のごとく、はい、沢井さんはまあ新人の時から見てるからどうかな、成長したなぁと思うから、沢井さんでお願いします。いいんですか。わぁ、嬉しい。やった。いろいろ嬉しい。キラキラでも褒めていただいて、うん、やっぱ成長していただいて、言っていただいたのがめちゃくちゃ嬉しい。とりあえず親心みたいな。子供を見てるよって感じ。そう、ありがとうございます。そんたくなしでいただきました。初の優勝、この勝負勝利しました、うん。ではじゃあこのね、特別ルールでございます、はい、キラキラタイムをいただきますね、はい、いいですか。いいよ。いいですか。その間私たち食べてるから、静岡のキラキラを独り占め、ちょっと癖のあるナンプラーアナウンサー、しほりんこと沢井しほです。今日は皆さんの応援のおかげで勝利することができました。キラキラはこれからも皆さんと一緒に作り上げていきますから、これからも応援よろしくお願いします。リポートよりも上手かったですね。食リポよりもね。ここまで熟練しないと。なるほど。ね、ねっとり言ってもらいたかったな。ねっとりですよね。では今回の動画、少しでも面白いと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしておしりちゃんが大好きだ、 SK48 の公演に行きますよという方も高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。